はい、どうもこんにちは。沖縄おばばです。えーとですね、これすっごい重要なお話です。えー、まあ、本人のね、ご本人様があ書かれてるブログからです。もしかしたらこの方ちょっと危なくなるかもしれないということなんで、緊急にね、皆さんに配信しようと思っております。ええー、とんでもないことが今起きております。 現在進行形です。皆さん、あのー、あれですね。食べ物。はい。えー、出所のわからない食べ物は買わないようにしてください。えー、出所が記載されているもの。おじいさんですね。おじいさんの国。OG でございます。OG。はい。えー、そこのね、チーズを使用している とあるチーズケーキを食べてしまった方の経験が書かれております。チーズケーキです。OG のね、チーズケーキです。わかりますよね、どこだか。はい。大変なことになっております。え皆さんも知っていると思うんですけど、 おじいさんの国ですね。おじいさんの国とか、ニューのじいさんのお国でございます。えー、この辺のね、えー、国でね、いわゆる、家畜さんですね。牛ちゃんとか豚ちゃんとかね、えー、特に牛ちゃんですね。はい、例のおものをね、はい、例のものを与えるということが決定して、久しいです。数ヶ月しました。 これも入ってきてます、日本に。はい、えー、はっきり言います。日本に入ってきてます。この、このね、例のものを食べた、おじいさんのね、はい、えー、いわゆる乳製品やら、肉やらが入ってきてますよということです。それを食べた人がどうなったか。はい、数日後。 髪がごっそり抜けました。はい。これどっかで聞いたことある話ですよね。髪ごっそり抜けました。そして今、キドニーですね。キドニー。はい。キドニーです。はい。キドニー。はい。ジンですね。ジンの像でございます。おかしくなってしまいました。で、 いつ、この方、四するかわからないと書いています。それを食べたばっかりです。この方、例のものは食べておりません。未食の方です。大丈夫だろうと気,の気が緩んで、王のじいさんですね。はい、王のじいさんの チーズを使用しているチーズケーキを食べたばっかりにこういうことになってしまいましたと告白しております。産地は絶対に調べなくてはいけません。はい、もう一度言います。産地は絶対に調べて、はい、裏の表記を見て、もし 王のじいさんですね。の乳製品や肉。これが使われていたら食べないことです。まあ、国産のを選べばね、いいと思います。はい、国産のを選べばね、大変です。もう、もうすでに、 怒ってきています食べ物によって例のものを食べたのと同じようになってしまいますこれ CA です完全に食べ物ですよ食べ物はい乳製品です出所のわからないものは食べないようにいたしましょう 一言。なので、外食ですね。外食とかでねえ、まあ、チーズとかね、肉とか使われているお店たくさんありますよね。はい。きちんと聞いた方がいいですよ。後悔、先に立たずでございます。 とんでもないことが今日本で起きてます。これブログ貼り付けておきますのでね、どっかにねえ、必ず見に行ってください。はい。産地を確認しないととんでもないことになります。私はもう食べてません。王のじいさんのね、おじいさんのものの乳製品が入っているものは一切食べてません。確認して買っております。 大変なことになります。以上でございます。はい。それでは皆さん、またごきげんよう。沖縄おばばでございました。ちなみにこちら今日正教さんで頼んだ、ああ、あれですね。えぇ、ー、備蓄の品々です。えー お紅茶と、あと、ジャムですね。あと、これはちょっとたまにね、えー、こういうものを食べてもいいかなと思って、九州産の若鳥仕様なんで、えー、こちらを買いました。はい、えー、まあ、元ですね。はい。えー、どうしても食べたくなった時に食べようと思います。はい、えー、それではまた、ごち、ごきげいよう、沖縄おばばでした。